シャオライ・シャオシュエ山国家遊歩道。停留所で下車すると、ダーシュエ山国家森林レクリエーションパークの有名な天地と神木を見ることができます。シャオシュエ山の南寮、標高2600メートルに位置する天地は、通年枯れることのない鏡のような透き通った湖が、周囲の緑の山々を映し出しています。シュエ山神木は、 ダーシュエ山林道の 49.5km 地点にある谷に位置し、天地から新木方面へ進んでいくと、途中で台湾塚、高根湖洋、台湾尺投げ、金剛林を通過し、そこには生命力あふれるシュエ山新木が堂々とそびえ立っています。昭州線の遊歩道には、津賀林と暖温交代、 紅葉樹林の2種類の異なる林草が広がり、遊歩道の上部には津賀林で、その仮層は主に地く木が発達した玉竹山で覆われています。